久留米市出身のお笑い芸人こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は福岡県立筑前高校からお届けしています。今日は1年生重松のぞみさん、コンタクトレンズにするタイミングを迷っています。私小学校の頃からずっと眼鏡かけてるんですけど、そろそろコンタクトにしたいなと思ってて。なるほどね。でもコンタクトにするタイミングを迷ってて、コンタクトレンズをつけてもいつでも眼鏡もかけられるわけじゃない。っていうことはまずもうコンタクトレンズを買っちゃいなよって話で、自分の気持ちに合わせてさ、気分によってメガネの日があってもいいし。だから俺はいいと思う。すぐにでも挑戦した方がいいと思うよ。もう多分もう重松さんがここに、俺はこの話を持ってきた時点で背中をね押してほしいだけだと思った。メガネ外した方が可愛いって結構前々から言われてたんで、友達と。はい、もうちゃんと統計が取れてるわけだ、重松さんの中で。目がでかくなるって言われて、目が大きくなるよ、外していいですか。もちろんもちろん。こんな感じ。いいじゃない。はい、全然印象変わると思うよ。やっぱそれでさ、重松、メガネの時はそんな思わなかったけど、裸眼だったら結構いいかもなみたいな、あるわけじゃん。ねえ、俺しか興奮してないわけだけど。そういうのがあるのよ。だったら、高校生活まだ長いんだから、先に手を打ちましょうって。自分の心持ちも変わるじゃん。ちょっと怖かったんですけど、コンタクト、やってみようかなって思いました。